トマス・アーサース・タイズは、アメリカ合衆国の生科学者。イエール大学及びハワード・ヒューズ医学研究所にて、スターリング分子生物物理学、生科学教授。2009年、リボソームの構造と機能に関する研究の功績により、ノーベル科学賞を、ベンカトラマン・ラマクリシュナン、アダ・ヨナスと共同受賞した。ウィスコンシン州のミルウォーキーに生まれる。 学部時代にローレンス大学で科学を学んだ後、ハーバード大学に進学し、1966年には生科学分子生物学で博士号を取得した。ケンブリッジ大学の MRC 分子生物学研究所で、ジェーン・コフィン・チャイルズ博士研究員職に就任し、1967年から1970年まで、ポスドク研究員として勤務した。また、 名シーフェローとして、ゲッティンゲン大学で1976年から1977年まで研究活動を行ったほか、1984年から1985年までカリフォルニア工科大学でフェアチャイルドスカラーとして勤務した。妻女をン営したといつも、また、イエール大学のスターリング分子生物物理学、生科学教授を務めている。コネチカット州、ブランフォードで死去。 ありがとうございます。